こんにちは、森田です。動物はちょっと苦手なんですけれども、今回恐竜は別ということで、知ってるようで知らない恐竜の世界を僕が調べてきます。それでは行ってきます。寒い、雪。恐竜の謎に迫るべく森田少年がやってきたのは、岩手の歴史や生き物の資料を数多く展示している岩手県立博物館、地質学や化石について研究している学芸員の望月隆文先生に詳しく教えていただきます。このエントランス入ってくると、もうすぐそこに恐竜の化石があるんですね。はい、こちらどういう恐竜なんですか？はい、こちらはですね、カスモサウルスという恐竜の化石の、骨格標本です。有名な恐竜でですね、トリケラトプスっていう恐竜がいるんですけれども、それの仲間の恐竜ですね。あ、仲間なんですか？はい。へえ。そして上を見るとまた大きい恐竜がいますけれども、はい、こちらはどういう恐竜ですか？こちらはですね、マメンキサウルスという恐竜です。首と尻尾が長い恐竜です。こういう恐竜のことを竜脚類って言います。へえ。ちょっとでかすぎて圧倒されてるんですけど、何メーターぐらいあるんですか、体長は？はい、これ全長でですね、22メートルあります。22メートル。はい、だいたいですね、小学校のプールと同じぐらいの大きさですね。プールに埋まるぐらい、ちょうどぐらいのサイズってことですか？その通りです。うわぁ、ちょっとこんな大きい恐竜生きてたって考えると怖いです。そうですね。この恐竜とすごく似た形をした恐竜というのが、実は当時の岩手県にもいたっていうふうに考えられているんです。あ、そうなんですか？はい、こちらにあります恐竜、これ複製なんですけれども、はい、モシリュウというふうに名前が付けられた恐竜の上腕骨です。これ岩手県の岩泉町で見つかっています。はい、モシというところで見つかっているので、モシリュウという名前が付けられているんです。実を言いますと、この恐竜の化石、日本で最初に見つかった恐竜の骨の化石なんです。はい、え、日本で最初に見つかった恐竜の化石は岩手で見つかったところなんですか？その通りなんです。こちらはですね、はい、実際に見つかった時の写真です。岩泉町のあたりにですね、2人の研究者が調査に来ていたんです。はい、その2人がある時旅館に泊まっているとですね、旅館の向かい側にまさにこの崖があるんですけれども、はい、朝崖を見ると、なんか崩れた部分に骨のようなものがあるってことが、そのうちの一人が気づくんですね。これどうやって取り出そうかってなった時に、当時まだ珍しかったですね、瞬間接着剤、あれをですね、町中の文房具店を歩いていって買い占めていって、それをちょっとずつ垂らしながら、この化石を取り出したっていう、そんなお話があります。たまたま見つかったものがこちらってことなんですね？その通りです。で、それを接着剤とかで取っていったってことなんですか？はい、うわあ、すごい。そして他にも、いろんな恐竜の化石ありますけれども、そもそも恐竜って何なんだろうって思っちゃうところなんですけど。はい、それはですね、実はすごくいい質問なんです。はい、大雑把に言うと爬虫類の仲間です。ただその今生きているトカゲやワニと実は恐竜って一つ大きく違うところがあるんです。うん、何かっていうとですね、一つは足のつき方なんです。この恐竜どんな風に立ってます？どんな風に？はい、もうこの模型だけで言うとつま先で立ってるのかなって思ったんですけど。はい、その通りなんです。恐竜ってつま先足で歩いてるんです。こんな感じで歩いてるんですね。かかとが地面に当たってないんですか？はい、そうなんです。面白い。前の足も同じですね。歩いたり速く走ったりするためにはやっぱりつま先立ちの方がいいんです。実は人間もですね、走るときっていうのはかかとをつけては走らないんです。クラウチングスタートなんかそうですよね。走るときって必ずこういうふうに。そっか、はい、そうですよね。なのでつま先立ちで歩いたり走ったりした方がやっぱり速く走れるっていうことでですね、そんなようなことで恐竜はこんなふうにつま先立ちで歩いていたっていうふうに言われているんです。すごいな。そうですね、やっぱり一番の魅力は何かって言いますと、人間が現れるよりもはるか昔の時代にもう絶滅して地球上から姿を消していってしまっているんですよ。情報を得ようと思ったらですね、やっぱり化石から何かを見て得ることが多いんです。やっぱり想像力の世界なんですよね。はい、どんな生き方をしていたのか、あるいはどんな風に絶滅してしまったのか、そういう風なですね、想像力をかきたてるっていうところがやっぱり恐竜の一番の魅力じゃないかというふうに考えてます。なるほど。僕は恐竜のこと何も知らない状態で今日来たんですけど、
本当に望月さんからいろんな話を聞いて、恐竜って本当に神秘的な動物なんだなって感じましたし、改めてこの恐竜の魅力っていうのに少し気づけたんじゃないかなと思いました。はい、よかったです。はい。